スマートニュースをご覧の皆さん、こんにちは。日向坂46の川田ひなです。もう冬に近づいてきましたが、皆さんは冬の準備はできていますか？おお、そうなんですね。私は寒くなると、暖かいものが必要なんですけど、必要じゃないですか。だから私はすごいこたつが今欲しいなと思ってて、持ってます。じゃあ皆さん、冬を楽しく過ごしてください。じゃあね。